じゃあ先生、はい、今回は3本目ということで、はい、一体どういうエクササイズか教えてください。次はですね、はい、腰のライン、後ろ美人、この腰とか背中あたりって丸くなってしまうと、それだけで脂肪がつきやすくなったりですか、まあ、あとは腰がだるい重いなんて症状になると思いますので、やはり気になっているこのウエストからお尻、ここの周りですね、はいはい、ここに一番やっぱり皆さん女性の方は悩みがあるところなので、ここを自宅で簡単にできるようにちょっとやっていきたいと思います。指を整えてください。つまり夫である私の悩みでもあるわけなんですよ。なるほど、はい、なので僕も一生懸命ねお話を聞きながら応援したい、応援してあげてください、はいはい、ちなみに今日の、そのエクササイズは名前なんてあるんですか？ルーマニアンデッドリフト。ルーマニアンデッドリフト、僕ルーマニアの女性がいるお店とかによく行ったことがあるんですけど、そこで教わるものとは違う。ルーマニアンは多分ルーマニアの人が考えたからとか、それは間違ってないんですけれども、はいはい、デッドリフトはデッド、死体を運ぶぐらいしんどいよっていう。ルーマニアの人の死体を運ぶぐらいきつい。もともとデッドリフトというトレーニングがありまして、はい、それの応用編みたいな。なるほど。でもう一つこの上で乗ったバージョンの応用編になります。わお、厳しそうだよ最後は。あれ、わかりました。はい、頑張ります。はい、じゃあよろしくお願いします。バイブレーション強めですね先生。これはすごい強めでいきたいと思います。本当の発揮ですね先生。まずはでこれローモードなんですけど、ローの結構強めでやっていきたいと思います、はい、足はですね肩幅強ぐらいに開いていただきまして、はい、つま先は開かない、まっすぐな感じ、開かない、はい、まっすぐな感じでやっていきたいと思います、はい、で膝を軽く曲げたら本当軽くでいいです、はい、伸ばしてないぐらい、こう伸びてるとよくない、伸ばしてないぐらいにして前に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 倒れていきます。そうするとお尻、裏もも、はい、ちょっと伸びを感じるあたりでキープしていただいて、はい、背中が丸くならないように手を前に出していく、この状態でキープやっていきたいと思います、はい、これはここの腰あたり、お尻、はい、裏ももに効いていきますので、あ、伸びてる、はい、ではここの上でやっていきたいと思います、はい、はい、肩幅強なのでもう少し開いていきましょうか。右足がもう少しですね、はい、でつま先は開かない、まっすぐ、はい、はい、その感じでいいです。じゃあ膝を曲げすぎですね、これぐらいでいいと思います、はい、でちょっと膝がね内に入る癖があるので、これぐらいでつま先と同じ幅にあるようにしてください、はいはい、じゃあ前に倒れていきたいと思います、はい、ここの股関節から折り曲げていきます。あ、いい感じです、いい感じです、はい、今日前に出しましょうか。ここ効いてますか？効いてます。はい、じゃあこのままいきます。はい、ちょっと1分間で長いので、はい、手が下がっていかないように、はいはい、ここにしっかり力を入れて、よいしょですね、ちょっとこんなの持ってみましょう、はい、500、500なので両方で1キロあると思います。先生これ これはジャッキーチェーンの水拳のあの伝説の修行と中身がお酒かもしれないですね。ここの三角筋という筋肉もね同時に鍛えていきたいと思います、はい、もう少し胸を張りますか、はい、膝がちょっと曲がってきましたよ。もう少し前に倒れて、はい、お尻と裏もも腰あたりしっかりと意識していきましょう、はい、で膝が内に入らないように、はい、そうですね、もう40秒経ってます。はい、はい、前に倒れて倒れて倒れて、前に手を伸ばしてください、伸ばしてください、前に手を伸ばしてください。手も辛くなってきますね、辛い、はい、前に前にぐーっと伸びていきます、伸びていきます、そうそう、5、4、3、2、1、はい、OK です。はい、これいただきますね、レストしましょう、レストしましょう。つまり今の時ね、指はこうやってやるとジャッキーっぽくなるんだよ。え、これきつくないですか？これを加えることが天然パーマ流エクササイズになっていく。わかりました、はい、なるほど。じゃあ次はそれで、で次のセットにもう一度同じことをやっていきたいと思います、はいはい、膝をじゃあ軽く曲げたら、お尻をまずはちょっと後ろに出すような感じで、はい、手を伸ばして前に前に指を伸ばしてくれるイメージ、前に前に、はい、なんでだろう、妻の格好が非常に不細工なんだけど先生と違って。さあ、モチベーションこういきましょうか。そしてこの手をちょっと開いていきましょうか。おお、いいね、真横で、そうするとここ効いてくると思います。効いてる、前に持ってきましょうか。そう、人差し指がすごい効いてるんだと思うよ。これね、はい、ここですよ。腰にもう少しね、しっかりピシッと、はい、もう少し膝伸ばして、前に前に手を伸ばして、前に前に手を伸ばして、前に前に手を伸ばして、前に前に、前に前に、
に呼吸をしっかりしてくださいね。呼吸を忘れてしまう、はい、前に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 しっかり伸ばして伸ばしてここここちゃんと人差し指を守る従順な妻よ本当ですね素晴らしいここだけは開いてみましょう。うわこれきつい。横でキープ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 先生が言わずになってきたかもあと10秒です。はい、じゃあ前に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 最後ね5秒間しっかり伸びて前に伸ばして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 、はい OK です。ちょっとでしょしたら次のトレーニング最後腹筋やりたいと思います。やばい腹筋苦手。今のが先生ルーマニア人のおっぱいリフト違うルーマニアンデッドリフトの応用編応用編ですね、はい、次はじゃあ腹筋をちょっとやっていきたいと思うんですけれども、腹筋っていうと皆さんこう倒れて上げて、はい、倒れて上げてっていうのを想像すると思うんですよ、はい、まあ、それでもいいんですけれども、はい、せっかくこの振動を活かしていきたいところなのでこの不安定な中で、はい、キープしていくというような腹筋をしていきたいと思います、はい、その名もニートゥーチェストというんですけども、はい、なんて言いました？ニートゥーチェストチェストニーは膝ですね、はい、チェスト胸ですね、はい、この状態でキープしていく感じです。きつそう、はい、いやちょっときつければここを持ってもいいんですけど、なるべくこう持たないでこんな感じでキープをしていただければと思います。膝つま頑張れ、はい、やばい。これも首が上向いたりしないようにしっかりまっすぐつま先を見るようなイメージですね。はい、これ床でやるのもしんどいけど、やっぱりこの不安定感だと私なんかでもすっごいもうお腹に効いちゃってやばいので、先生がやばいなってどうしよう。じゃあちょっとやってみたいと思います。暇よ。いやー頑張ろう。今一番落としたいところはどこ？お腹。そうでしょ、はい、よーし頑張ろう。はい OK です。でこの状態でじゃあ足上げていきます、はい、そうそうそう、後ろにちょっとつんのめるような感じなんですけども、はい、つま先はちょっと上げたいところですね、はい、そうですね、その状態で手を前に伸ばせる、うん、はい、じゃこのままいっちゃいますね。綺麗にできてるのでまた呼吸を忘れる。呼吸ですね、呼吸呼吸で、やっぱり顎が上がってきがちなのでしっかりとつま先を見るような感じで顎を上げないようにお願いいたします。お腹お腹お腹、あすごいキープできてるじゃないですか。これも60秒いってみたいと思いますので長いよ。今で15秒です。ちょっときつくなってきたらこの横に捕まっていただいても大丈夫ですので、今で20秒ちょっと落ちてきました。ちょっと1回上げる、はい、でここでちょっと持ちながら持っても多分きついと思うんですよね。いやすごいきついと思う。じゃあ持った状態ですか、もう少し上げていきましょう。やばいこれ、ね、呼吸してくださいね。もうこれ最後のトレーニングになりますので、今何秒だと思いますか？30。今もう40秒までいきました。やったー、はい、30秒です。はい、呼吸して顎顎、はい、そうですそうですそうです、足が下がってきてる。うわきつそう。あと10秒、はい、やばい。8、7、6、あともうちょっと、4、3、2、呼吸してくださいね。はい OK、 お疲れ様でした。これは来るね。久々にブサイクだったやつがひどいブサイクだったよ。やばいと思う。これは効くだろう。これは効く。長い60秒効く。コメント解散かい。はい、ここまでになります。あ、はい、よかった。あ、もうおしまいですか？お腹周りもうワンセットとかなくて大丈夫ですか？しっかりと60秒綺麗なポーズでやっていただけたので、これ継続することが大事ですよね。はい、わ、はいはい、かりました。さてさて先生、はい、3回にわたる美ボディエクササイズ、美ボディエクササイズありがとうございました。既存にあるエクササイズにこの振動が加わることで、うん、さらにこう、そうですね、今のは床でやった場合足を動かしたりとか結構動きを求めるトレーニングなんですけども、はい、この上では座ったままできちゃうので、まあ、ポーズを決めるだけなのでちょっと難しいところが1個減るのかなと思います。なるほどね、なるほど。どうだったの妻、まあ、今回3回 の、はい、のエクササイズをやっていただいたんですけど、はい、まあ、自分にとってどれが一番効果的だなと思いましたか？やっぱりねお腹周りが一番気になるので最後のトレーニングとあとはこの腕を伸ばす、うん、普段やらないところを伸ばしながらテレビを見れるっていうこのエクササイズがすごくいいかなと思いました。普通なコメントという感じで、まあ、実はその日常の中でできるっていうことがすごく継続するのに大事だなっていうふうに
僕らねエクササイズを受けさせてもらって思いました、うんうん、今みたいなライトな感じで、はい、ちょっとした空き時間を使って継続できると、はい、俺たちもう一回引き締まったボディを取り戻せるかもしれない、ダッキー頑張れ妻お前もなお互いにね、頑張ろうね。というわけで我々夫婦ね、はい、これから先生に教わったこのプログラム、はい、ちゃんと継続してナイスボディを取り戻したいと思います。はい、はい、今回は我々のためにオリジナルのエクササイズ考案していただいてありがとうございました。ありがとうございました。ドクターエアの EC ショップボディプラスでは現在お得なキャンペーンを実施中です。ぜひご覧ください。